い、おはようございます。地担当の人です。はい、セカンドシーズン8ステージも7つ目になりました。はい、こちら敷地前駅ですね。はい、周辺施設はこんな感じですね。キャッシュコーナーがあったり、なんか催し物の看板があったり、竹原の名称奇跡石があったりですね。あとは文化動作っていうお菓子の店があったりしますね。はい、であとある、あと気になるところといえば、何でしょう、これですね。はい、これです。竹原駅があったりしてるか、はい、こんな感じですかね。あら、近い。ここは素直に待った方がいい、即決ですね。はい、でもグーって言っても近いかもしれませんね。位置関係ですと近いですね。ここから江古田駅まで、まあ何分、あれ何分くらい、何分くらい経つんでしょうね。と、いつもの自販機さんですね。で、あそっちも自販機さんありますよ。岐阜県だけどチェリオさん置いてくれてるんですね。暑いですね。暑いですが、すごく寒くなりますね、今日は。青山内科さんっていう内科さんがですね、まあ、最近はちょっと、季節の変わり目でな、ね、お腹の調子があれなんですが。で、駅はというと、はい。はい、なんていうか、まあ、田舎にありがちな長い駅になってますね。はい。以上ですね。はい、でこの辺りでは羽島眼科クリニックというのもあるんですね。はい、とあとはホープ薬局さんとかそういったものがありますね。これぐらい昇進特有というあれがありますかね。はい、と月目専用駐車場、こっちにも月目、は自転車の駐輪場がありますね。はい、あとは気になるものはないですね。はい、ちょっと橋町教育センターがありますね。はい、以上です。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、以上橋町役所前駅さんでした。